はいそれでは本日は二級建築施工管理技師の学科試験令和元年後期1時問い十八番仮設工事やり方、住み出し及び問い十九番事業工事について解説をしていきたいと思います問題は番組タイトル下の説明欄にも記載されておりませんそちらからもご覧ください今回十八番の答えは答えは三番となりますやり方及び墨み出しに関する記述として最もできるようなものはどれかという問題になりますまずはじめに二番から行っていきたいと思います2番 やり方は、建物の工程、位置、方向、芯の基準を明確にするために設ける。こちらの問題は正解です。このやり方というものなんですけども、このやり方はですね、水食いと言われる杭を打ち込み、これですね、この杭の縦の方向のやつですね、これが水食いと言われるものになります。この水,水食いを打ち込んで、それに水抜き、これ2番で出てくる1番で出てくる水抜きですね、水平のものの板を打ち付けて、建物の基準と高さ、位置、壁の芯とか、あとは、A、え、 柱の芯などの方向を明確にするために設けるものになります。まあ、仮説の一部になるということですね。なのでこのようにですね、建物が立っていく位置、ここに基準点がつけれないので、それよりもちょっと後ろバックしたところに、このような水抜きとか水食いを使って、水糸をこう貼っていって、建物の芯と基準を出していくという形になります。この作業のことをやり方と言われるものになりますので、こちらも覚えていただければと思います。2番に関しては正解です。続いて1番。 水抜きは水食いに示した一定の高さの上場に合わせて水食いに水平に取り付ける。こちらの問題は正解です。もうこの通りのまんまなんですけども、やり方に使用する水平材のことを水,ぐ水抜きと言います。これですね。これ水抜き機と言いますえ。水食いに記した高さの基準に合わせて水平に取り付けるということなんですけども、まあ、このように水食いがあって、それにまあマーキングをして、そしてその上に取り付けていく。これが水抜きの作業方法、施工方法になりますので、こちらも一緒に覚えていただければと思います。 2番に関しては正解です。あ1番ですね、すみません。それでは3番。高さの基準点は複数設置すると相互に誤差が生じるので設置は1か所とする。こちらの問題は不正解です。結論から言うとこちら1か所ではなく2か所以上というものが正解になります。そもそも今回出てこないベンチマークという言葉があるんですけども、こちらはですね、建物の高さ及び位置を基準と,し、えー、基準となるもののことをベンチマークと言います。ま,あ、まずですね、 このようにベンチマーク、高さの基準をたく,たくさん出すということが問題なん,なんですけども、えー、そもそも全、えー、面道路などに基準ベンチマークがおりますと。ここから、えー、KBM、基準ベンチマークプラス500のところを例えば電柱に売ったり、あとはこのような木彫い、敷地の中で木具のこの天板のこと,ところを基準ベンチマークからプラス200とか、あとは、えー、コンクリートブロックなど、このようななかなかぶっ壊れないもの、えー、位置が動かないもの、こういうところに記していくと。 ここは例えば基準ベンチマークプラス500だよとかこのような形で敷地内とか敷地外のまあこのような電柱などにえ基準ベンチマークをえー記していくということになりますなので今回の問題なんですがベンチマークは敷地付近の移動の恐れのない場所に2箇所以上設置してお互いにチェックを行うというのが正解になりますもしずれたり消えたりした時のための予備として複数設置しておくというわけですね3番に関してはこちらのことを言っておりますので不正解になります 続いて4番。構成巻尺は同じ精度を有する巻尺を2本以上用意して、1本は基準巻尺として保管する。こちらの問題は正解です。この構成巻尺の本数なんですけども、まあ、スチールテープと呼ばれたりするものですね。このような構成巻尺なんですが、まあ、結論2本以上用意してくださいねという問題になります。この構成巻尺に関しては、同じ精度、同じ精度を有するものを2本以上用意します。1本、または1本以上は現場でがっつりガッツリ使っていくため、まあ みんな話、ちょっと寄れ,れたりはしないと思うんですけどもあの温度差なので収縮していたりするということですね、まあ、現場でがっつり使うので残りの1本に関しては搬入剤とかの寸法の確認のための基準巻き尺として保管するということですなのでちゃんと縮んでもいないしちゃんと新品の状態みたいな感じですね例えばその工場で使用される巻き尺と現場で使用される巻き尺に関しては、えー、少し精度が異なったりしますなので、えー、このようにですね、えー、この、 現場の巻尺を正として行うので、このような搬入剤の基準の巻尺として、このように1本保管しておくというのが正解になりますので、この4番に関しては正解になります。以上のことから今回は3番が答えとなります。続いて19番に入っていきたいと思います。こちら答えは1番となります。治療工事に関する記述として最も適当なものはどれか。1、砂利事業に用いる再生クラッシャーンは岩石を破砕したものであり、品質にばらつきがある。こちらの問題は不正解になります。 結論から言うと、岩石を破壊したものではなくて、コンクリート界や、あるいはアスファルトコンクリート廃材などをの解体工事で出るものを具体で再生した採石のことを再生クラシアナと言います今回にも。今回の問題、砂利事業なんですけども、砂利で作られた地盤のことを砂利事業と言います。例えばこのようにですね、山止め壁があって、そして砂利が折ってですね、これを転圧して、ステコンを引いて、そして基礎という形で、この部分の一番下の地盤、この、ここに用いる、えー、砂利が、 どういうどういうのがいいいのがかという問題になりますそして今回再生クラッシャーランという言葉が出てくるんですけども、えー、このクラッシャーランという切り込み採石というものがあります、まあ、これはですね岩石であったり玉石を刃採器クラッシャーで砕いた採石のことをクラッシャーランと言います、まあ、採砂が混じった砂利のことだと思っていただければいいですこのようなものですね そして再生クラッシャーラン、今回言われているものに関しては、今回解体工事で出るコンクリート廃であったり、あとはアスファレットコンクリート廃材を下りで再生した採石が再生クラッシャーランといいます。なので、再生クラッシャーランに関しては、リサイクル品であるため、品質にばらつきがあるので、使用する際は慎重に検討するというのが留意点になります。 今回の問題この均一にばらつきがあるというのは正解なんですが岩石を破壊するものはこのクラッシュランそしてコンクリート階などを破壊するものは再生クラッシュランなのでこちらの問題1番に関しては不正解になります続いて2番ドマコンクリートの下の防湿層は断熱材がある場合断熱材の直下に設けるこちらの問題は正解ですこちら結構難しい問題になるんですけどもちょっと1個ずつですね説明していきます まあこのように地盤が折ってですね、そして採掘、採石事業を行っていて、転圧して、その後にステコンを引きます。ステコンを引いた後に、まあ、基礎のベース、ベースを打って、そしてその後に立ち上がり基礎を打っていきますと。そして打った後に、えー、コンクリート工事の場合であれば、まあ、木造ではあればちょっと違うんですけども、えー、埋め戻しという作業が行われます。この基礎の中に。この基礎の中にこう埋め戻しをしていきますと。埋め戻していって、土の上に、えー、この防湿をするための防湿シートというものを引きます。そしてその上に断熱、えー、熱を 熱を遮るために断熱材、熱が逃げていかないようにするための断熱材スタイルを引いて、そしてその中にドマコンクリートを脱設していくという形になります。なので、施工手順としては埋め戻した後に防水シート、そして断熱スタイルを引いて、ドマコンを打つというのが、このような施工手順なんですけども、今回の問題、これちょっと現場経験少ない方はちょっと難しいと思うんですが、こ埋め戻した後のこの断熱材がある場合、もし断熱材がない場合に関しては、このドマコンクリートの下に引けばいいんですけども、この 断熱サイドがある場合に関してはその下にこの防湿シート、ポリエチレンフィルムを引いてくださいねという問題がこの施工の手順に合っているので今回は正解という形になります。えドマコンクリートを設ける防湿素のポリエチレンフィルムの位置はド,ラドマスラブの下とする。しかし断熱材がある場合に関しては断熱材の下に敷くというのが施工の手順になりますので2番に関しては正解になります。次いで3番。 砂利事業の締め方には、床付け地盤を破壊したり、さらに深い地盤を乱さないように注意して行う。こちらの問題は正解です。今回、留意点になるんですけども、この床付け地盤という言葉が出てきます。これはですね、掘削後の地面を平らに仕上げた地盤のことを言います。なので、ねぎりをして、床付け地盤、このような平らになった地盤がここに出てくるという形です。そして、ここに砂利事業が、まあ、砂利事業を行っていくんですけども、このような床付け地盤、ここを破壊したりですね、さらにその下の深い地盤を 乱さないように、まあ、これは締め固まき、締め固まき、ランマなので、締め固めていくんですけども、そのようなところを乱さないようにするために、えーまあ、注意して行ってくださいね。締め固めに関しては、そういうことを注意して行ってくださいね。というのが、今回の問題になりますので、3番に関しては正解になります。続いて4番。砂利事業の締め固めによるくぼみが生じた場合は、砂、または砂利を充填補充して再度転圧する。こちらの問題は正解です。 こちらはですね、染み固めによるくぼみが生じた場合の是正方法です。これで失敗してしまったよという場合ですね。まあ、このような感じで染み固めによるくぼみが生じた場合に関しては、まあ、このくぼみができたらですね、砂とか砂利で是正をしていきますよというのが今回の問題になります。染み固めの際にくぼみが生じた場合は、砂や砂利などを充填し再度転圧して染み固めるというのが是正方法,に方法になりますので、この4番に関しては正解になります。以上のことから今回は答えは1番の答えとなります。